ファンの多くは SNS 上で INZM、ハイパーバンドライブ m v のパフォーマンスを絶賛し、彼らのロックバンドとしての新しい一面に感動を隠しきれない様子を見せています。ナンバーアンダーラインアイの3人、平野翔、ガン優太、神宮寺優太が INZM、ハイパーバンドライブ m v で見せたパフォーマンスは、音楽業界に新たな風を吹き込む衝撃的な瞬間でした。 彼らのロックバンドとしての一面を引き出すこの映像は、ただのアイドルグループの枠を超え、音楽的な挑戦と成長を象徴しています。ナンバーアンダーライン愛の3人が見せるエネルギーと情熱、そしてその背後にある音楽に対する真摯な姿勢は、長年のファンだけでなく、新しいリスナーにも強く訴えかけるものがあります。まず、このパフォーマンスの最も際立った点は、 3人それぞれが個々の才能を最大限に発揮しているところです。平野翔のボーカルは、その力強さと感情表現の豊かさで観客を圧倒します。彼の声には、一瞬で耳を奪われる独特の艶やかさがあり、ライブでの存在感は計り知れません。神宮寺優太は、そのギター演奏で楽曲に深みと力強さを加え、岸優太のラップパートは、INZM という曲にダイナミックな要素を与えています。 彼らがそれぞれの役割を完璧にこなすだけでなく、3人が一体となって生み出す音楽には、個々の才能が化学反応を起こしているような迫力があり、観客を一瞬たりとも目を離せない状態に引き込んでいきます。この INZM ・パフォーマンスが特に注目される理由の一つに、彼らのアイドルとしての限界を超えた表現力が挙げられます。日本のアイドル文化は、 しばしば見た目やパフォーマンスのキラキラとした面に焦点が当てられることが多いですが、ナンバーアンダーライン愛の3人は、まさにその枠を壊し、音楽そのものに対する情熱を全身で表現しています。この曲でのパフォーマンスを通して、彼らは単なる、見た目の良い、存在以上のものを証明し、自分たちの音楽を通して観客とのつながりを深めています。特にライブパフォーマンスにおいて、 3人のエネルギーは観客に直に伝わります。実際、ファンの多くは SNS 上で、INZM ・ハイパーバンドライブ m v のパフォーマンスを絶賛し、彼らのロックバンドとしての新しい一面に感動を隠しきれない様子を見せています。あるファンは、この曲をライブで聴きたい、バンドの演奏が生きていて、心が震えるとコメントし、また別のファンは、平野翔の波王感がすごい。 時が止まった瞬間だったと、その圧倒的なパフォーマンス力を称賛しています。これは、彼らの音楽がただのエンターテインメントにとどまらず、観客の心に深く刻み込まれるものだという証拠です。このようなパフォーマンスを可能にするのは、単に技術的なスキルだけではなく、3人の間にある強い信頼関係と共感です。彼らはお互いの強みを引き出し合い、それぞれが自身の役割を全力で果たすことで、 楽曲に一貫性と力強さを与えています特に3人が三角形を作って向き合いながら歌っているシーンは彼らの絆の象徴とも言えるでしょう。個々の個性がバランスよく調和し音楽の中で一つに溶け込んでいく瞬間は観客に深い感動を与えます。またこのパフォーマンスは近年の音楽シーンにおけるトレンドにも通じています。特に ロックバンドやミクスチャーロックが再び注目を浴びる中、ナンバーアンダーライン愛のこの INZM ハイパーバンドバージョンは、その波に乗って新たなファン層を取り込む可能性を秘めています。実際、彼らの音楽スタイルは、リンキンパークや他のミクスチャーロックバンドを彷彿とさせるものであり、過去にそのジャンルに魅了されたファンにも訴求力があります。特にキシユタのラップパートは、リンキンパークの フロムザインサイドを思い出させるといった声もあり、懐かしさと新鮮さが同居するユニークな音楽体験を提供しています。ナンバーアンダーライン愛の3人が見せる新たな景色、INZM ・ハイパーバンドバージョン。公開と同時に、その衝撃的なパフォーマンスは瞬く間に SNS を席巻し、ティアラたちの心を熱狂の渦に巻き込みました。普段のキラキラとしたアイドルの姿からは想像もつかない。 ワイルドでロックな雰囲気漂う三人の姿に、度肝を抜かれた方も多いのではないでしょうか。ヤバーい、かっこよすぎる最高 ZM。ロックバンド好きの私一瞬で虜三本の衝撃。かっこよすぎて発狂レベル最高。SNS 上には、興奮冷めやらぬティアラたちの熱いコメントが溢れ返っています。しかし、この INZM、ハイパーバンドバージョンが私たちにもたらした感動は、 単にかっこいいという一言では片付けられない、もっと奥深いものを感じさせます。激しいギターサウンドに乗せて力強く歌い上げる平野翔さん。普段の王子様のようなたたずまいとは一味違う、野性味あふれる表情とパフォーマンスは、見るものを圧倒する力強さに満ちあふれています。そして、クールなラップで楽曲に新たなグルーブを生み出す岸優太さん。普段の穏やかな笑顔とは裏腹な、 鋭い眼光とキレのあるラップは、彼の内に秘めた熱い情熱をかいま見せるようです。さらに、卓越したギターテクニックで楽曲を彩る神宮寺勇太さん。その華麗な指さばきと、時折見せる挑発的な視線は、私たちを一瞬にして彼の世界に引き込みます。三人の個性がぶつかり合い、溶け合い、高め合うことで生まれるハーモニーは、まさに圧巻の一言。 このハイパーバンドバージョンで特に注目すべき点は、3人の表情やパフォーマンスから伝わってくる、音楽に対する純粋な情熱と楽しさではないでしょうか。まるで全身で音楽を表現しているかのような、生き生きとした表情。全身全霊で楽器をかき鳴らし、歌い上げる姿からは、彼らの音楽に対する熱い思いがひしひしと伝わってきます。それは、私たちティアラが長年応援してきたナンバーアンダーライン愛の、 また新たな一面を見せてくれた瞬間でもありました。アイドルという枠を超え、アーティストとして進化し続ける彼らの姿は、私たちに多くの感動と勇気を与えてくれます。そして、この INZM ・ハイパーバンドバージョンは、彼らの無限の可能性を改めて証明したのではないでしょうか。この楽曲は、単なるパフォーマンスの枠を超え、彼らの音楽に対する情熱、 そして未来へ向かう強い意志が込められた、まさに進化の象徴と言えるでしょう。今後もナンバーアンダーライン愛は、私たちを驚かせ、感動させてくれるに違いありません。彼らの挑戦は、まだ始まったばかりです。INZM ハイパーバンドバージョンは、そんな彼らの新たな旅の始まりを告げる、力強いメッセージなのかもしれません。この INZM ハイパーバンドバージョンが、 多くのティアラの心を掴んで離さない理由は、そのパフォーマンスの素晴らしさだけではありません。実は、この楽曲の歌詞にも、彼らの今の心境と未来へ向かう強い意志が込められているように感じられるのです。何度だって立ち上がっていく強さを重ねて、未来は僕らの手の中にある諦めないで、力強い歌詞の一つ一つが、まるで私たちに語りかけてくるかのよう、困難に立ち向かい、 未来を切り開くという強いメッセージは、まさに挑戦を続けるナンバーアンダーライン愛自身の姿と重なります。そして、このメッセージは、ティアラ一人一人の心にも深く響いているのではないでしょうか。夢に向かって努力する人、困難に立ち向かう人、そして、毎日を懸命に生きるすべての人にとって、ナンバーアンダーライン愛の楽曲は、時に優しく背中を押し、時に力強く励ましてくれる。 かけがえのなないい存在となっています今回の INZM ・ハイパーバンドバージョンは、そんな彼らの進化と成長を象徴する、まさにターニングポイントとなる作品と言えるでしょう。しかし、彼らの挑戦はこれで終わりません。むしろ、これからが本当のスタートラインなのかもしれません。INZM ・ハイパーバンドバージョンで新たな扉を開いたナンバーアンダーライン i は、 今後どののよううな景色を見せてくれるのでしょうか。彼らの音楽に対する情熱そして未来へ向かう無限の可能性を信じてこれからもティアラとして熱い声援を送り続けましょう。